小弓久保生。小弓久保は、関東における足利氏元氏流の久保家の一つ。古賀久保の分家筋にあたる足利義昭が一代で、急成長して、本家と関東の覇権を争うまでになったもので、彼が、下総国千葉郡小弓城、現在の千葉市中央区西見と、同緑区小弓野の一帯を、本拠地にしていたことがその名の由来。足利義昭、頼住の二代にわたって受け継がれ、後の喜連川氏の元となった。古賀久保家の祖である、鎌倉久保家は、足利尊氏のこの足利元氏以来代々、関東を支配していたが、次第に、本家、足利義昭系統の京都将軍家の足利氏と、将軍位などをめぐって対立する姿勢を見せ始め、ついに第4代久保、足利持氏の時代には、第6代将軍、足利義教と武力衝突、影響の乱するまでに至り、これに敗れた持氏は、自害を余儀なくされ、鎌倉久保家は一時滅亡した。持氏の遺児の多くも結城合戦などで、義教に殺されたが、義教が、嘉吉の乱で死去すると、鎌倉久保再興の機運が高まり、持氏の遺児である、足利重氏が、鎌倉久保として復帰する。成長した重氏は、幕府や関東管領上杉氏と対立して、京都区の乱鎌倉を追われたが、1455年には、下総国古賀城を本拠として独立した勢力を、保ち、以後古賀久保と呼ばれる。重氏の死後、古賀久保家では、内紛が頻発したが、その内紛の一つに、第2代久保であった、足利政氏と、第3代久保であった、足利高元氏による対立があった、永正の乱。高元には、僧侶となっていた、空前、後年という弟がいた。そして、上総国に、甲斐、武田氏の分家である、万里敦武田氏がいた。この万里敦氏は、武田信光の次男、武田信長が、古賀久保であった、足利重氏の家臣となって、その命令を受けて、上総に攻め込み、同地で、関東管領である上杉氏の所領を横領するなどして、戦国大名家氏一族である。そして、この万里敦氏の第5代当主、万里敦信清、徐官には関東制圧という野望があったが、近隣には古賀久保と親密な結城氏、千葉氏の勢力が存在し、万里敦氏はその下風に立たざるを得なくなっていた。そこで信清は空前に目をつける。信清は、永正年間の初め頃に空前を減俗させて、足利義昭と名乗らせ、下総小弓城に迎えて、小弓久保として擁立し、信清自身は義昭を傀儡として、実権を掌握するとともに、義昭が足利氏の一族であるという大義名分のもとに、勢力を関東一帯に拡大していったのである。魏の小弓入城の年次については、永正14年節、15年節と、大永2年節がある。万里敦氏は、信清の時代に全盛期を迎え、小弓久保は、一見、万里敦氏の傀儡政権のような状況になった。しかし、義昭は、傀儡の立場で黙っているような人物ではなかった。また、安房の里見氏や千葉一族である下総の臼井氏、さらに、常陸国の織田氏が義昭の権威を利用しようと、接近して、軍事力を提供し、反対に、万里敦氏の同族である長南、武田氏は、万里敦氏の拡大を警戒して、古賀久保と接近していった。義昭が持つ、奇襲性が、万里敦氏の思惑を超えて広がり、義昭自身も、里見義道に対する書状で、本佐総城、千葉氏の本拠、関宿城、古賀久保最大の市場への野心を示すに至った。このような状況で姿を現したのは、伊豆、相模両国を制圧した後北条氏の存在であった。後に、小弓久保と対決をすることになった後北条氏であったが、当初は、万里敦氏、小弓久保が後北条氏との連携を模索する動きもあり、必ずしも敵対していなかった。その関係が変わるのは、大永4年、1524年に後北条氏が、江戸城を占領して、東京湾、内海、湖岸西部沿岸を完全に制圧したことにあった。内陸部に拠点を持つ古賀久保と違い、東京湾東部沿岸を支配する小弓久保、万里敦氏、里見氏にとって、同湾の制海権を掌握しかねない後方上氏のこと力に対する警戒感が一気に高まり、彼らは後方上氏との対立を決意する。反対に、義明排除を図る小学坊と東京湾の海上支配の確立を図る後方上氏の利害が一致することになり、両者が盟約を結ぶきっかけとなった。天文2年、1533年、里見氏の内部で発生した天文の内向では、義明はマリアツ信清に命じて、小弓派であった里見義豊の支援に当たらせた。だが、義豊は里見義隆に撃たれて滅亡してしまう。そして、これがきっかけに義明と信清が対立し、その対立に勝利した義明は信清を出家させた上で、強制的に隠居させた。天文3年、1534年に信清は死去する。やがて、マリアツ氏内部で、マリアツ信孝とマリアツ親王兄弟による家督争いが起こると、義明は里見義孝を自派に引き入れて、親王を支持して、信孝を追放するなど、巧みにマリアツ氏の争いに介入する。こうして、義明は、傀儡の立場から脱却し、正式な小弓公方として台頭する。そして同族である、小学坊家や後方上氏と対立し、小弓公方家による南関東諸大名の統合を名分として急速に勢力を拡大してゆくこととなった。しかし、このような小弓公方家の急速な勢力拡大は後方上氏や小学坊家に危機感を抱かせ、両者に同盟を結ばせるに至った。義明は小学坊と後方上氏が結びつくのを食い止めるため、天文7年、1538年に、マリアツ親王や里見義隆ら暴走の諸大名による軍勢を率いて、北条氏綱、足利春氏連合軍との決戦を決意する。いわゆる第一次河野大合戦である。義明は武勇に優れ、自ら陣頭で指揮するなど奮戦し、一時は北条、足利軍を大いに押したが、里見軍は義隆がもともとこの戦いに、消極的であったためにあまり力的ではなく、また、マリアツ氏内部にも、家督争いに介入した義明に対して、不快感を抱いていた者もいたため、義明ら暴走軍の士気は、あまり高くなかった。そのため、義明らの軍勢はやがて、北条軍の反撃を受けて壊滅し、義明自身も討ち死にした。義明の戦死後、小弓城は、北条氏の支援を受けた千葉氏が奪還したために、義明の遺族は、里見氏を頼って、暗亡逃れ、小弓公方は事実上滅亡した。小弓公方の滅亡により、北条氏の南関東における、覇権確立の基礎が固められた。また、義明の死去によりマリアツ氏では再び、親王と信孝による家督争いが起こって家運は、急速に衰退し、やがて、里見氏に攻められて、北条氏康の家臣として仕えることとなった。義明の一族のうち、長女、青竹にははじめ鎌倉の太平寺に2として預けられていたが、里見義隆の嫡男、義弘の懇願によりその正室となった。これによって、義明の旧臣もその多くが、里見氏に仕えることとなった。義明の嫡男義順は、河野代で父と共に戦死した。次男の頼泉、大篤氏は、父の死後、里見氏の庇護を受けて成長する。その後、しばらくは諸国を流浪するが、やがて娘が天下人である、豊臣秀吉の側室となった。天正18年、1590年に小田原征伐が始まると、頼泉は里見氏の支援を受けて、千葉氏を破って、小弓城を取り戻して、数ヶ月間ながら、小弓公方を復活せた、豊臣氏家臣。山中長利から増田長盛に宛てた関東処分に関する報告書においても頼泉が小弓に滞在していることを示唆している。北条氏の滅亡後、頼泉の長男国朝も、秀吉の計らいにより足利氏姫、最後の小学坊である足利義氏の娘と結婚を許されて、義明の系統は、喜連川氏として存続することになった。江戸時代においても、かつて将軍家であった足利氏の伝統を重んじた徳川家康は、石高4500石の喜連川頼氏に10万石の価格を与え、喜連川藩として存続させた。実際は1万石にも満たないが、特別に認められた異例の藩となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。